クリスカ、どうなんだ。何かかけてやりたいが、防寒シートがなくてな。ファーストエイドキット、生きて準拠じゃねえのかよ。とにかく体温の低下が心配だ。一刻も早く雨風をしのげる場所へ連れて行く必要がある。容態は安定しているようだが、こうなった原因がわからない以上確かに不安だな。そのプライベートを詮索するつもりはないのだが、彼女とはどういう関係なんだ。どういう意味だよ。いや、タイはない。それこそタイなんてない。俺がソ連の施設で捕まった時、一緒にいたソ連の兵士が彼女をそう呼んでいたからだ。だからついクリスカって呼んじまうんだ。そうか。貴様がソ連施設で逮捕された時、一緒にいた兵士というのは。いいにやか、あんたがそんなこと気にするなんて。ただただなんだよ。おい。いや、すまない、忘れてくれ。待て、少尉、どこへ行く。雨が弱まった、ボート見てくる。おう。注意。どうした。ボートが流されたようだ。え、貴様たち何をやっている。なんか誤解してないか、注意。何のことだ。別に後ろめたいことなんて一切ないぞ。あれはたまたま。分かっている。何か気に入らないのか。別に何も。まるで仲間外れにされたガキがふてくされてるようにしか見えないぜ。何か言ったか、少尉。それは私のことを評しているのか。いや、誰とは言ってないって。てか、そういう自覚があるのか。落ち着け、注意。落ち着けだと。注意、注意、何に腹を立ててるんだ。前々から俺の態度が気に入らないのは分かっていたが。そういう問題ではない。じゃあ何なんだよ。注意、念のために確認するが、俺と打ち解けたかったのか。単なる言葉のあやだ。まあそうだろうな。この音は。